のご当地グッズのぬいぐるみ、名古屋限定のシャチホコです。ついに手を出してしまいました。キーホルダーではウサギがいますが、ぬいぐるみはこの2人だけです。キーホルダーはまた別の動画で紹介します。名古屋駅の地下にあるエスカのお土産屋さんで購入しました。メイン通りとかだと見かけませんでした。購入の際はエスカをおすすめします。それではちいかわちゃんから見ていきたいと思います。テープ止めではなく両面テープ止めですね。他のものもこちらを採用してもらいたい。名古屋ご当地のちいかわちゃん、かわいい。左手に金シャチ持っています。ぷよぷよです。右手には金の扇子を持っています。シャチホコと書いてあります。それでは1回転。尻尾かわいい。タグには名古屋の文字。クッションの触り心地良いです。なんか気持ちいい。次はハチワレちゃん。右手に金シャチ持っています。左手には金のセンス、シャチホコの文字です。タグには名古屋の文字。それでは1回転。尻尾かわいい。こちらもクッション感よろしいです。センスがちょっと取れかかっていたので、布用接着剤でなんとかしましょう。並べるとこんな感じ。やっぱり2人が欲しくなりますよね。今度近畿地方に行く予定がありますので、ご当地のちいかわちゃんをお出迎えしたいと思います。キーホルダーも欲しいですね。購入のためだけに途中で車しちゃいそうです。登録者1000人行ったらプレゼント企画をいたします。あとは登録者777人行ったら、前回失敗したけどまたシークレットプレゼント企画をします。見逃さないでね。それではご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。グッドボタンもよろしくね。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしくね。チャンネル登録よろしくね。おすすめ動画はこちらです。ガオー。上の動画もおすすめだよ。右上は最新動画だよ。